はい、じゃあ行きましょう。ありがとうございました。これは斑鳩町役場かね。やっとかね。皆さんなんだ。あと300m ですか。はい。伊賀丘小学校。さてさて、どこまで行くんですかね。東に進んどるんですけどね。右方向です。右方向ですか。これ右？あ、わかった。これ一回入ってきます、車で。もう分かりましたわ。車でね、この辺うろうろしてたね。こんな近かったんかね。そしてナビでこの辺まで来るんやけど、車入れんからね。でずっと歩いたかな、なんか記憶残ってるね。ここまで突っ込んで U ターンできなくては、 U ターン、ここまで行ったんやけど U ターンできないからね。ここに止めたんちゃうかな。どうやったかな。ここやな。ここに止めたんや。周りの方に聞いたらね、ここやったら小学生なんかやったんでね、あの大丈夫ですよ言ってくれた。この方やったかな。この辺でそこに来たんだけどね。これも遅延があるから、ここに駐車場があるけどね、止められなかったんで。今日は空いとるかね。だからこれがそうか思ったんやな、最初な。これ古墳だとか思って。いや、これじゃなかったんですよ。これずーっと行って、車どこまで行ったかな。ここまで行ったんやけど。スカルガの幼稚園でございます。昭和じゃなくて夏休みだったかもしれないな。これ勘違いしてるかもしれないな。なんかものすごいこの辺のこの木がね、いっぱい茂ってた記憶があるんでね。夏やな。どうも勘違いしてる。夏休みかなんかなっちゃうかね。琵琶でございます。ここまで入ってきまして、もっと右に行ったかな。そこまで突っ込んだよな。そこまで来たんだよ。ここまで来てね、もうこれは断念して U ターンできないから、ちょっとバックしたかね。はい、よく残ってます。はいはい、わかりました。左側、はい、左側ね、こっちね、こう目の前見えますね。はこれも5世紀やったかな。
残念なことにね、上に記念碑か戦勝碑かそんなこと建てたからな。まあ縁本やね。縁本見た感じ35メーター、高さが当時だったらやっぱり7、8メーターだったんだろうな。だいぶ随分改変されてるんでね。え、看板なかったっけ。あら、看板見当たらんかね。あ、看板見えた見えた。おお、35メーターだ。5世紀後半前半やろ。前半前半、5世紀前半でございます。直径35メーター。ほれ、こんなことになってますね。当時は古墳のね、重要性が分かってないからこんな状況でございます。戦国時代もね、本当にお城になってる古墳が非常に多いんでね、残念なことに。ここは石図があったとするなら、どっちが、こっちか、こっちの方やな、この辺に開口するはずやけどね。失礼します。これ見ると戦争の慰霊碑になってるのかな。殉国碑になってるけど、一応まだ祀られてますね、ちゃんとね。はい、失礼します。やっぱり古墳としてはね、これが出すとね、どうもあきまへんな。仕方ないか、時代がね、全然そんな時代やったから。法隆寺は見えへんのかな、ここから。法隆寺は見えまへんか。お、見えへんな、建物いっぱいで見えない。ちょっと横回ってみましょうか。横、横どうなっとるかね。あ、なんかこんなやったな。なんか記憶残ってますわ。どことどこと記憶。これお地蔵さんでございますか。いっぱいのお地蔵さんが。これまだ祀られてますね。はい、失礼します。あれ、これお墓が建てましたか。これ西から見た感じだけどね、やっぱりだいぶ改変されてますね、残念なことにね。はい、ありがとうございます。周りはまだね、田んぼいっぱい残ってますよ。あの横の竹やもね、なんか近所なんだけどね。
ちょうど円墳の形でね、残ってますね、これは。イカルが大塚古墳でございました。円墳の35メーターの高さがね、今は3メーターちょっとしかないんだけど、もともとはね、9メーター、8メーター、9メーターあったぐらいな感じやかな。5、6メーター入ってあるね、5、6メーターはね、上がね、削られてしまってます。はい、それじゃ帰りましょう。はい、ありがとうございました。イカルが大塚古墳でございました。